やっぱりホンダ鈴鹿レーシングっていうのが、8体に向けてその 毎戦テストとか重ねてきて、8体がメインでやってるチームなんで、そこは一番力を かけてるレースなんで、まあ、そこで結果を残していこうってみんなで頑張ってます。今は足が悪いんで、ちょっとチャリンコ乗って、ランニングができないんで、チャリンコをずっと乗ったりとか、で今、鈴鹿に近くにある加圧のジムで、パーストレーニングとかやって、去年よりもだいぶトレーニングを増やしてます。お父さんが、バイク好きで、でミニバイクコースとかしょっちゅう行ってたんで、それでお父さんの影響で乗るように。今年初めて鈴鹿市内に参戦するんですけど、まあ、1時間走りきれるか分からないですけど、全力で走るんで、ぜひ鈴鹿サーキットまで足を運んで応援してください。よろしくお願いします。自由に見よう8体。